どうもうつ主です。これから作曲講座動画を投稿していこうと思います。タイトルは、作曲超超超入門講座、目指せ入門、です。今回はその記念すべき第1回目です。その1、作曲とは何か。まず、大多数の作曲講座サイト、動画を、見た人にありそうな感想を予想してまとめてみました。理論だけでなくソフトの使い方も教えてくれないと何も始まらないんですけど、五線譜が読めないし、五線譜が読めるように頑張るのが面倒い。試しに演奏して確認してみてください、とか言われても、俺は楽器弾けないし、楽器持ってないし、楽器を買う気もしない。まずどの音程がどこなのか、教えろ。俺は、勉強が嫌いだー。わからない、ということが、わかった。音感がない俺終了の、お知らせ。C って何？ キーって何？ コードって何？和音。ご安心ください。この講座で全部教えます。まず最初にこちらをご覧ください。これは作曲の習得レベルを表しています。皆さんは今まさに、スタートのところにいるわけで、ここから少しずつ右に進んでいくことになるのですが、この講座では入門レベルに到達することを目指します。すでに入門した人や、それよりも右にいる人は、この講座は不要です。他を当たってください。ちなみにうつ主はこの辺です。そして今回の最も重要な話は、これです。これを説明していない講座は、かなり多いと思います。そもそも作曲とは何なのか？その答えは、音楽作品を制作すること。音楽とは空気の素密派で描かれる技術であり、それを聴覚で楽しむ芸術です。例えば、適当に鼻歌を歌って、録音する。これも立派な作曲です。ベートーブエンみたいな髪型の、人がペンで紙に五線譜を、書く。これも作曲です。パソコンで楽譜の打ち込みをする。これも作曲です。ところが、鼻歌と五線譜には、このような問題があります。まず鼻歌は、クオリティに限界があります。五線譜は、五線譜が読めない人には無理ですし、五線譜を書いただけでは音は出ません。音を出すには楽器を演奏しなくてはなりませんが、楽器が弾けない人には無理です。しかし、パソコンを使った作曲法だと、楽譜も楽器も無理な人でも、クオリティの高い作品を、作る手段があります。この講座では、主にパソコンを使った作曲の方法を解説します。でも、もしかしたら、皆さんの中には、俺は音感がないから作曲なんて、無理なんじゃないか、と心配している人もいるかもしれません。しかし、意外なことに、音感がなくても作曲は、できます。その理由を説明していきます。まず、音楽というものは、作曲、演奏、鑑賞の3つが基本に考えられています。ちなみに、この講座では、作曲と演奏を扱います。作曲は耳コピの逆操作です。通常は、作曲し、それから演奏し、最後に鑑賞します。一方で、耳コピは最初に人の音楽作品を鑑賞し、それから演奏をしながら音を確認していき、最終的には、元の楽譜を作ります。このように、作曲と耳コピはお互いに逆の関係になっているわけですが、実は、この右向きの矢印に当たる作業では音感が不要であり、左向きの矢印に当たる作業では音感が必要になります。そもそも音感とは、音を聞いてそれがどれくらいの高さなのかを当てることができる能力ですから、順番としては、最初に音があって、楽譜はわからないという状況でないと、何も見ずに音の高さを当てる必要性はありません。なので、最初に楽譜を作って、まだ音を鳴らしていないという状況である、作曲では、このような能力がなくてもやっていけるのです。つまり、音感がなくても作曲は、できるということです。もちろん、ある程度のレベルに到達したら、少しずつ音感が必要になってきますが、そこまで来ている人は、もうすでに入門レベルは卒業していることでしょう。ちなみに、場合によっては、作曲とは、メロディーを作ることであり、伴奏を作ることは編曲と呼び、作曲とは呼ばないようにして、区別することがあります。実際に、この例のように、作曲者と編曲者が、違う人のパターンである曲も、多く存在します。ですが、この講座では、編曲、も、含めて、作曲、と呼ぶことにします。何でも作曲。これがシンプルでわかりやすいです。ここでちょっと昔話を、しておきます。昔は、部屋を埋め尽くすほどの大量かつ高価な音響機器が、ないと音楽制作は無理でした。曲を作るというのは、もはや一般人には夢のような話だったのです。ところがどっこい、今は、パソコン1台あれば音楽制作ができるという、いい時代になっています。一般人にとっても、作曲は十分に手が届く範囲になったと言えます。パソコンで音楽を作ることを DTM と言います。DTM という言葉は、デスクトップミュージックを省略したものです。
海外ではコンピュータミュージックと呼ばれています。そしてこの講座ではまさにこの BGM を扱うということになります。スペックが低いパソコンしか持ってない人もご安心を。超低スペックの PC でも BGM ができます。この素晴らしい世界にいながら作曲ができなくて諦めるのはもったいないです。さあ始めよう。次回入門するには